インド文化圏インドア大陸伊東のアジアにおける歴史的な文字の分布図。赤、歴史的に漢字を使用。緑、歴史的にインド系文字を使用。青、その他。インドネシアのボロブドゥル遺跡。インドネシアはインドから仏教が伝来し、さらにイスラム教が伝来した。インド文化圏は歴史的にインドの文化に強い影響を受けた地域を指す。 厳密に文化圏の範囲を定義するのは難しく、インド文化圏の範囲も厳密には定義されていないが、曖昧な定義としては、南アジアや東南アジア、チベットなどを指す。しかし、東南アジアでもベトナムは歴史的に中国の影響が強いため漢字文化圏に分類される。インドの歴史も参照されたい、インド文化圏に含まれる地域は、インドは大陸を越えて、 東南アジアにまで及んでいる。東南アジアでは、ミャンマー、ラオス、タイやカンボジアが特に影響を受けていて、マレーシアやインドネシアもイスラム教が伝来するまでは、同様に強い影響を受けていたとされる。なお、同じ東南アジアに属するベトナムは、チャンパ王国及び、クメール人支配域のあった南部を除き、中国の影響が強かったため漢字文化圏に含まれる。 これらの地域は歴史的にも文学、哲学、政治体系、建築、音楽、信仰などで掃除した文化を共有している。ありがとうございます。